ピアニストの皆さん、こんにちは。こんにちは。スタッフのモアです。スタッフの肉まんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は新しく追加されたメイキングムービー機能を使ってみたいと思います。お、どんな機能なんですか？はい、メイキングムービー機能とはアートができるまでの過程をダイジェストムービーとして再生することができたり、みんなと閲覧したり、端末への保存、シェアができる機能です。お、楽しみですね。はい、早速使ってみたいと思います。2月2日のツインテールの日と唇の日にツイッターで投稿したアートグラフをメイキングムービー機能で再生してみます。お、女の子の唇を強調したかったので大きく見せて額縁で強調しました。あ、なるほど、こんな作り方だったんですね。そうなんです。パッと見ただけじゃわからないですよね。このような感じになります。ちなみになんですけど、メイキングムービー機能を使えるのは自分の作品だけですか？いえ、他の人の作品でもメイキングムービーを見ることができます。お、ぜひ見てみたいです。はい。おー、なるほど。これなら可愛いアートグラフであったり、綺麗なアートグラフを参考にして自分の作品をレベルアップさせることができますね。そうですね。楽しみです。楽しみです。はい、以上、メイキングムービーの機能の紹介でした。